皆さんこんにちは、三上優愛です。今日はですね、皆さんから質問もとっても多かった、婦人科系の悩み、主にピルのお悩みについて、私がこちらの K レディースクリニック新宿さんにやってきて、こちらの先生にいろいろ聞いていこうかなと 思います。ちなみに私来たことあって、普通にプライベートで、そうなので、一度お世話になったことある、信用のあるクリニックでございます、今日はね、中のクリニックの雰囲気も皆さんにお伝えしていきたいなと思います。待合室が結構広めになっています。確かに、でも感染対策もあるけど、10人くらいは待合できそうな広さですね、すごくリラックスできるいい感じの待合室になっております。では早速ね、今日お話を聞かせていただく、こちらの K レディースクリニックさんの川越先生がいるんですけど、直接お会いしたいと思います。お願いします。はい、ということで今日は日本一ピルを処方されている川越先生にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、日本一処方されてるんですね。そうですね、私自身もピルをもう多分8年ぐらい飲んでるんですよ、で私も飲んでるし、みんなにピルの質問ありますかっていう風にインスタで質問募集したところもめちゃくちゃ来て、世の中の女性もすごいピルについて飲みたいけどなんか不安っていう方とか、飲んでるけど本当は実際どうなのかなっていう意見がすごく多かったので、今日は川越先生にいろいろ聞いていきたいなと思います。もしこの動画見てる方で今飲んでない方がいたら、それはもう考え改めてください。そうなんですか。じゃあ私は正解ってこと。そう、正解。現代の低用量ピルっていうのは、本来であれば全ての女性が絶対飲まないといけないんですよ。全ての女性が多分そう思ってない方がほとんどの気がします、三上さんもそれ多分今知った。今知りました、飲んでますけど。そう、全ての女性が絶対飲まなきゃいけないって随分強い言い方ですよね。なんで？でもやっぱホルモンが安定するから。そうですか、ホルモンが安定して、その結果死ぬ確率下がるんですよ。うちで出してるものっていうのは、がんの発生率が下がるんですよ。それこそ子宮がんとかそういうものも含む、卵巣がんとか子宮の体がんとか大腸のがんが減るの、でこれってシートベルトと一緒だと思いません？確かに、絶対つけた方が安全です、ね、そうそう、シートベルトつければ死ぬ確率上がる、外すと死ぬ確率が上がるわけなんです。でそうするとピルって飲むか飲まないか、ね、飲みますって人生か飲まないですって人生、2つしかないですよね、はい、飲んだ方がいいでしょ。飲むでしょって感じですよね。飲むしかないですよ、理屈で言ったらね、はい、そういうのがご本も使ってらっしゃる方でも、結構知らないんですね。知らないです、正直私は、若い頃思春期から肌荒れとかを悩むことがあって、その中の一つでピルも肌荒れにもいいっていうのを聞いたり、あと今の仕事を始めるときにもやっぱ避妊は絶対にしたいなっていうの、いろんな理由があって飲み始めたんですけど、正直なんかこんなにピルを飲んだ方がいいと思って飲んでなかった。ああ、今日勉強になりました、ね、はい、ありがとうございます。こんな感じで質問していきたいと思いますね。ピルとアフターピルの違いは何ですかっていう質問がありました。そうね、女性ホルモンの入った製剤を全て含めてピルというふうに言い方をしていて、でアフターピルだとかモーニングアフターピルというのは、性交渉して避妊に失敗した、例えば、コンドームが破れたとか、そういった時に慌てて飲むのがアフターピル、それに対して低用量ピルというのは、毎日基本的にね、1日1個飲むことによってホルモンを安定させて、避妊もできるし、いろんなメリットがあるという薬ですね。なんかアフターピルっていうのは何時間以内に飲まなきゃいけないみたいなあるじゃないですか。私も一度そういう経験をしたことがあって、コンドームが破けてしまってどうしようってなって、その時にアフターピルを飲んだことがあるんですけど、できるだけ早く飲んだ方がいいと。
アフターピルもまたねすごいいろんな種類があって、効果が低いものだと3日以内に飲まないといけません。あ、でも3日は持つんですか？そうそうそう、3日それはすごい効果が低いので、うちで扱ってる場合は例えば5日ぐらいだったら大丈夫。これはめちゃくちゃ気になる方多分多いと思います、うん、学生の方だと、うん、なんか行くのが恥ずかしいとか、どうしようって悩んじゃう子が多いんですけど、でも絶対にアフタービル飲んだ方が安心しますよね。そうそうそう、でそもそも、低用量ピルの方が圧倒的に安いんですよ本当は、うん、そうですよ、ね、本当はね、うん、まあこれは、コンドームを使う、これはいいことなんですよ、コンドームを使う、これはいいことです、うん、でただある一定の割合で使ってるけど妊娠しましたってあるんですよ。確かに、うん、何パーセントあるって言うんですか？これはある、うん、いっぱいあるんですよ。しょっちゅうある。好み買ってても、本当にいっぱいあるんですよ。でただ普通は分かんないわけだ。そうですよね。そうそうそう、コンドームつけてれば多分避妊できてるって思いますよね。っていうのが、まあ、すごく勘違いなんだけども、うん、でもね、あの薄いもので 100% うまくいくって考える方が、うん、それはちょっと 0.01 ミリとかもありますね。薄いもので 100% うまくいく、それはさすがに、うん、ないんですよ、うんうんうん、だから低用量ピルの方が、トータルで逃げた場合には全然安い、うんうん、確かにそうですね、うん、じゃあ本当常に避妊をしたいって方はピルを飲んだ方がいいってことですね。はい、続いての質問は、生理を止めることでむくみやすいなどデメリットはありますか？デメリットはないんですよね。むくみやすいとか太りやすいっていう意見が結構あったんですけど、それもね、あのピルの種類による、うん、少なくともうちで出してるピルで太ることはありえないです。 0%。 じゃあみんなそれを言い訳にしてる可能性もありますね。言い訳にしてるか、はい、あのそういう知識がちゃんとない先生に当たっちゃったか。であとはむくみに関しては、飲み始めてホルモンが安定するまでにむくみを感じることはたまにある。これはか、ある一定の確率で。でただ水飲むと大抵消える。あ、うん、私もそんなにむくみとか太りやすいっていうのは気にならなかったですね、そんなに。そうですね、はい。おすすめっていうのあるんですか？うちの扱ってるのはトリキュラーマーベロン。でね、トリキュラーマーベロンだったらいいんですかって言われるとまたねちょっと違うんですよ。なんでかっていうと、あのね、ピルという製品はとっても人気が高いので、偽物がいっぱいあるんですよ。怖い。それでも避妊率とかは大丈夫なんですけど、偽物もね、いろんなグレードがある。怖い。これね、本当にね、あの知らない先生もいっぱいいて、うちも十何年やってるんで、20年近くやってるので、もういろんなこう話とか、まあはい、データが入ってくるんですよ、まあ、製薬会社から入ってきたりね、うん、そうなんだ。ちょっと私も衝撃、衝撃です、うん、あのちゃんとしたところに書かれてて、そうそうそう、ちゃんと診療を受けてもらわないとなって、そうそう、改めて今、そう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 、うん、それちょっと本当に気をつけてください。ということで、続いての質問は、副作用はどんな感じですかっていうのは多かったです。そうですね、うん、あのこれ皆さんよく聞かれるんですけども、うん、その根本的な意味での副作用っていうのはないものと考えてください。根本的な、例えば、ピーナッツアレルギーの人がピーナッツ食べちゃったと、うん、それは副作用出ますよね、はい、うん、そういう意味での副作用ってないんですよ。なんでかというと、うん、ピルって女性ホルモンが入ってる、うん、で女性ホルモンが合わない女性っていうのはないんですよ、うん、そうですよ、みんな持ってますよね、もともとあるわけなんで、それが体に入ってきてね、飲んで、合わない、これはないです、うんうん、ただ、飲み始めにこうホルモンがね安定するまでの間にさっき言ってむくみとかが出ることはある、うんうんうん、確かに確かに、でそれはあの飲み続けることによって必ず消える、うん、し、うちで扱ってる薬の場合はほとんどそういうの出ないです、まあ、ゼロとは言わないけれども、うん、なんか私も飲み始めの時全く出なくて、うん、結構周りではなんか吐き気がすごくてとか、ね、うん、っていう子がいて、それも根気強く飲み続けた方がいいってことですね。そうね、うん、まあ、大体10日ぐらいで、うん、普通はそういうの消えますね、うん、なんか思ったんですけど、多分ピルを飲む時に、うん、結構構える子が多いのかなと思うんですよ。副作用出るんじゃないかなとか、うん、太るんじゃないかな、うん、
で、思い込みすぎてそうなってる可能性とかも女の子だからあるのかなっていうふうに思いました、うんビルもどんどん進化してるんですよ、うんうんうん、昔のビルって確かに太ったの、うんうん、しものすごい吐き気も出たし、そういうビルもあったんですね、うん、なので、三上さんのお母様の年代だとそういうピルしかなかったです、うんうん、だからその時代しかね知らない人は、うん、お母さんはね、いや私ね若い頃産んだけどひどかったよって言われるとそうになっちゃう、うんうんうん、確かに今のピルは比較的そういうのが出づらい、はい、ない、うん、もうほぼゼロって言ってるでしょうね。ピルを飲んでも生理がきません。あ、これねどういうことかというと、テールピルというのは月経を減らす薬なんですよ、うんうん、月経を起こす薬じゃなくて月経を減らす、うんうんうん、で減らすということはゼロになってもいいんですよ。あ、そうなんだ、うん、だから問題ない。あ、問題ないんですね。なんか、うん、でも本当に飲んで一番良かったなって思うのは生理が軽くなったでしょ、ことです、うん、そうそう、量減るんですよ、うん、血液の量が多くないので、うんうん、本当に気にならなくなったので、ね、なんか重い方はぜひ飲んでみてほしいなっていうふうには思います。絶対、うん、月で値段はどれぐらいかかりますか。あ、3000円です。3000円、うん、へぇ、3000円で大体の3300円か、うん、ビルは買えるんですか、うん、あ、うちで扱ってるやつ。へぇ、うん、あ、種類によって変わらないですか。多少変わります。大体3300円ぐらいで、うん、ことは思ってください。まあ1日100円ぐらいなんでね、うん、あんまり高くはないですよね。うんうんうん、うん、学生でもね、買えない値段ではないのかなと。水1本100円、110円するんで、うん、確かにそれでいろんなことを防げるなら、うん、飲んだ方がいいのかなっていうふうに思います、うん、さっきのがんは減らすって話ですけども、うん、結局1日100円で命は変えるんですよ確かに。そうだからさっきね、みんな飲んだ方がいいよって、そういうこと、うんうん、でこれはね、あの飲んでる本人でもこのね薬飲んだらがんが減るんだって分かるわけないんですよ。分からない、絶対分かんないです、うん、だからそれは、ちゃんと分かってる人がみんなにねこう伝えてあげないといけないと、頑張って一人一人にお伝えしてます、うん、その私からの質問なんですけど、うん、これは血栓症が増えるみたいな言うじゃないですか、うん、ピルを飲んでると。それは本当なんですか、うん、それもピルの種類。ヤーズはどうですか。ちょっぴり、あー、うん、マーベロン、トリキュラーはどうですか。過去にね、トリキュラーはうち日本で一番出してる病院なんですよ、はい、でマーベロンも日本で一番出してる病院なんです、はい、この2つで血栓症を起こした人は今までゼロです。わーすごい。過去15年にゼロ、うん、血栓症に対してこうなんか対策した方がいいこととかあるんですか。一般的なね、まあ、ピルと置いといて、血栓症の予防としては水をたくさん飲むこと。あー、うん、やっぱ水分はどんな方がいい。あとは運動すること。うん、生理痛がひどくて倒れかけたりするんですが、産婦人科に行くのが怖いですっていう意見です。なるほど。そういった場合にはあのオンライン診察を受けていただくと。確かに、うん、産婦人科が怖いですっていう方の、まあ、真意としては内診が怖いですっていう意味なんですよね。うん、うん、そのただ単に、生理痛ですという場合は、うん、うちの場合であれば、あ、生理痛きついのでと、まあ、じゃあピル飲みなさい、うん、このお話だけで済むんですよ、うん、でそれもやっぱちょっとね苦手ですという場合には、オンラインでこのスマホでこう手続きして、うん、ドクターとこうオンライン会議みたいな感じで、ね、うんうん、でお話ししてそこで薬がもう届くので、うん、2016年からやってるんですよ。割と前、うん、2016年当時でオンラインミーティングってなかったですよね。なかった。ズームみたいなやつなかったですね。なかったでしょ。でその当時もに、日本に先駆けて全国初ですね。すごい、オンライン診療やって、うん、で今はもうどんどんそのシステムを増強してですね、かなりこう使いやすいシステムになってるんですね。うん、顔を見合わせるんですか。そうです、まあ、登録していただいて、うん、まあ、イメージにはフェイスタイムですよ、うん、フェイスタイムでお話をして、うん、こういうのが気になるんですけど。そうです、そうです。お薬を処方していただくことできます。できます。お話、そうです、ピルもできます、うん、お話して、じゃああなたはね、じゃあマーベロンを3ヶ月も出しておきます。すごい。そうすると そちらこちらの端末で、まあ、コンビニなりね、うん、まあ、クレジットなり、お支払いしてもらえれば発送します。いや、ものすごい便利です。すごい便利です。私正直ちょっと病院に行くのが面倒くさかったりするので時間もね、そうそう、はい、時間とかね、で特にこのコロナですごいそういった、需要が増えてますね。うん、そうです、うん、対面して
なんかね、病院で感染したりするのも怖いとか、ね、電車乗りたくないとか、なので、スマホで全部解決する。で例えばその肌荒れであればね、こうやって直でねお話しするのも、うん、スマホでやるのも、もう本質的には変わらないですし、あとは例えば、じゃあピルが欲しいですって言って、うちの場合ピルが欲しいですって言われたらもう分かりましたってもうそのままお話ししてお話しするだけなので、アフターピルとかも、そうそうそう、いわゆるその何て言うかな、内診台で診察することは基本的にはないです、すごい、お話しだけで。アフターピルとかって正直ね、焦ってる時に病院に行ってっていうのが結構なんか不安だったりすると思うんで、ネットでできてすぐ発送してもらえたらすごい助かりますよね。本当にもううちは、しかも土日祝日オープンしてるので、すごい、それできたんですよ確か私、はい、土曜日にやってるとこ少ないなと思って、本当にありがたかったですね。そういう、まあ、女性の味方なので、はい、素晴らしいです。私も若い時は結構その行ったりするのが億劫になったりとか、お母さんになんかなんて思われるかなとかいろいろ気になったんですけど、もう大人になってこう自分の足で行くようになったら、絶対に何か解決していただいた方がすごい自分の安心感になるから、特にこう婦人科系の悩みって多分他のね友達とかにも言いづらいことが多いかなと思うので、多分ちゃんとした先生にちゃんと聞くことが一番自分への安心にはつながりますね。それはその通りですね、皆さんもなので怖がらずにオンライン診察なりね、婦人科に直接行った方がいいかなと思います。自分で、ね、月経の周期も調節できるんですよ、普通のウェブサイトにはなかなか書いてない情報なんです。知らなかったです。でホルモンを与え続けてあげると綺麗な状態を維持できる。聞いてますか？3ヶ月以内にほぼ全ての方に消えるんです、すごい。